ジペディア。こんばんは、クレバです。今無事東京タワーが消灯しましてね、それをこう見てるんですが、その窓、いつもだったらこう透明な窓にですね、クリスマス飾りがされていたり、ブースの中にもミニクリスマスツリーがあったり、クリスマス飾りがいろいろされてるんですが、若干なんか託児所っぽいバイブさ出てます。こんばんは、クレバです。JWEB ラジペディア、この番組は現代社会にあふれる正解のない疑問にフォーカス、リスナーの皆さんと一緒に考える番組です。交錯する様々な声をもとに楽しく生きるヒントを見つけていきましょう。ポーターと呼ばれる情報の運び屋が様々な疑問とネタを届けてくれます。いつもオープニングは軽快なフリートークからテーマに無理やりつなげていくっていうのをやってるんですけど、毎回毎回そんなうまくいくわけじゃないぞっていうところを、ね、今日は見せたいなと思うんですが、毎日もう本当に曲を作ってですね、ちょっとおかしいんじゃないかって言われるぐらい曲を作り続けているんですが、そんな中買い物も行かず何もせずって感じなんですが、改めてiPad のアプリなんかすげえみたいな感じになってきてましてですね、 iPad ってなんか意外と周りに持ってる人がいないんでこう共有できないんで、皆さんに語りかけてるといった感じなんですが、すごいんですよ。まあ、例えば写真をなんかこう瞬間でポスター風にしてしまうもの、またはその簡単にポストカード的なものをちょいちょいと作れてしまうものとか、まあそれ300円100円レベルなんでポンポンと買ってみたり、それかね、音楽系、これね今日持ってきて紹介したかったんですけど、見事に忘れてしまったんですよ。あまりの忙しさ、ちょっと充電しといてそのまま忘れてきちゃうっていうよくあるパターンでね、ちょっとソフトの名前確か全部小文字で DJAY っていう DJ っていう、iPad の中で DJ できるっていうソフト、まあ今までもたくさんあったんですが、これが完成度が高くて相当使えます。この番組でそれでずっと流しておいてもいいんじゃないかっていうぐらい使えるやつがあったり、あとボーカロイドってあるじゃないですか、初音ミクとか、あれずっと欲しかったんですけど、あれの iPad 版ができてですね、それでこうもうめっついに買ってみたんですよ。1800円ぐらいだったんですけど、それがまあ使える。それをちょっとみんなで生で披露したりしたら面白いかなと思ったんですけど、見事に忘れてしまいました。残念です。あ、でもね、ちょっと時間があれば、もうちょっと使って、こう、触って、遊んで、こう、覚えてね。それから、まあ、披露できるってことで、忘れてきたのも良かったかなと思ってます。なんか、結局いろんななんかちょいちょいアプリも買ってるんですけど、なかなか時間がなくてね。なんか仕事で例えば大阪行くとかそういうのがあれば、なんか新幹線の中で覚えたり、まあ、ホテルで時間があるときに、あれ？使い。あれ？というわけで今夜のテーマを発表しましょう。ホテルバーサス旅館、どっちがいい？まあこの毎回ヌーって戻ってくるときにちょっとドキドキするなんか恥ずかしい気持ちがちょっと芽生えるのはなんでなんでしょうか。その辺も詳しくは後ほど言ってみたいと思います。どっちなんでしょうかね、ホテル対旅館。これすごく楽しみです。どっちも大好きなんでね。あそこ行ってみたいと思います。ホテルや旅館といえば、まあなんか音楽をゆっくり楽しんだりできるってことで、最近買ったけどよく聴けてない曲とかを今日はいっぱいかけていきたいと思います。そんな一曲まずは行ってみましょう。T.I. フィーチャリングクリス・ブラウンのゲッ切ってね。あ、代官山ですね。うるせえっつってるんだから。はい。ではここで、改めて。そうですね。はい。ちょっと、はい。ではここで改めて今夜のテーマをおさらいします。うん。ホテルバーサス旅館、どっちがいい？街に待ち焦がれた恋人たちの夜、クリスマス、そして冬休み、嬉しい楽しい旅行シーズンを目前としていますが、あなたは宿泊するとしたら、計算のアシストがあるので安心できます。エンターテイメント性として建物の構造が複雑だと館内探検できますし、夕食後の布団敷きの手早さは見応えあります。なるほどね。僕はね、
サービスを使いこなせずにいますっていうか、使いこなす気満々で行ったんですけど、飲みすぎた結果、ダウンジャケットを着たままベッドの上にこう、寝転がってて、もうトイレも何も一切全く、だから布団すら使わずに帰ってしまったということが2回ほどあります。ちょっと後悔してます。気をつけます。というわけで今夜は、あなたはホテルがいいか、それとも旅館がいいかを、その理由、エピソードとともに教えてください。あなたが今まで泊まったホテル、旅館の思い出。一度は泊まってみたい憧れのホテル、旅館。ホテル、旅館で体験したサプライズやちょっと困ったハプニング。あなたがホテル、旅館を経営するなら、こんなものを作ります。などなど、ホテル、旅館に関する熱いメッセージお待ちしています。そしてなんと今夜は、スペシャルなプレゼン、スペシャルなプレゼント。ホテルと旅館の宿泊券をプレゼントしちゃいます。すごい。すごいね。ほんとすごいね。Oh yeah. Oh yeah. オウム返しになってしまいました。ホテル旅館の宿泊券をプレゼントしちゃいます。応募方法は後ほど発表しますから2時間聞き逃さないでください。ということでメッセージは PC 携帯の J ウェブサイト www.j-wave.co.jp からラジペディアを選んで送ってください。またメールアドレス radio@j-wave.co.jp までお願いします。ナイスなメッセージには局部的に新しくなったラジペディア特製メモパッドニューラジパッド、カッコ乗り付きをプレゼントします。J-Wave クレバのラジベリア、最後までお付き合いください。クイーン・オブ・ヒップホップ・ソウル、メアリー・ジェイ・ブライジ。来日公演にゲストアクト出演決定。J-Wave 主催 Mary J. Blige Music Save My Life 1月19日のゲストアクトはミーミー、そして1月20日はマイ、会場は JCB ホール。 Mary J. Blige、 お問い合わせは HIP03-3475-9999。 火曜日のミュージックワンダーランドを担当するアナミです。今夜のミュージックワンダーランドはバーチャルな放送でお送りする1時間、私と一緒に不思議な時間を過ごしてみませんか。まなみのミュージックワンダーランドは今夜2時から。今夜こそは絶対破られないぞ、私のゾーンディフェンス。 Life is various. Thinking with you on 81.3 J-Wave Rajapedia。だからそうやってゾーンで守ろうとするから俺とマンツーマンになった時に恥ずかしくなっちゃうんじゃねえかよ。トッパーみたいなね。よくわかんないですけど、火曜日の深夜クレバがお送りするラジ中。今夜はホテルバーサス旅館。どっちがいいというテーマをみんなと考えています。情報の運びはポーターの寺坂さんと一緒です。お願いします。代官山でね、髪を切って。はい、そうです。メール紹介してみたいと思います。ラジオネームあたいは3代目。かっここれが読まれたら5回目。5回目ってことは、4段。ラジ中4段。さて、今宵のテーマですか？今宵ってね。今宵のテーマですが、ホテルの方が接客とかもあっさりしてて好きです。ご飯とかもほぼセルフで楽ですね。てか、家が布団なので贅沢に泊まるんならベッドがいいなと思いますね、と。なるほど。確かにね。でも家がベッドだからってたまに布団で寝たいとかそういうことでもない気がするしな。ラジオネーム中野 G。僕は断然旅館派です。なぜなら、旅館には座敷わらしがいるかもしれないからです。何言ってんだろう。何言ってんでしょうね。地元の旅館に、地方の旅館には、きっとどこかに座敷わらしが住んどると僕は信じています。座敷わらしに会えたら幸せになれると言いますが、僕は座敷わらしに会えること自体が幸せで、他に何もいいことなくてもきっといい気分です。何を言ってるんでしょうか。ちょっとラジパッドあげましょう。うん、面白いですね。ラジオネーム来ました。拙者たくま。ラジ5段。いいですね。もう5段ですか。僕は断然旅館派です。しかも部屋に露天風呂がついてるところがいいです。今年の誕生日に彼女、括弧3つ上の OL さん。OL さんって、がお祝いで連れてってくれたんですが、もうガンガン燃えまくりました。二人きりで入る露天風呂。最高です。やっぱ旅館っすよ。って書いてありますよ。寺坂さんもいつかはね。
二人きりで。そうですね。いや、一人の方がいいですもん。わーお。いきなり否定。ラジオネーム、リリー。今夜のテーマですが、私は旅館に一票です。旅館が多いですね、意外とね。というか、旅館の浴衣に一票。女子の湯上がりの浴衣姿は黙ってても色気が 120% アップする素敵なアイテムだと思います。彼氏との旅行だったら間違いなく旅館がいいと思う。そしてもしかしたら男子の夢。あれー。時代劇の帯を引っ張るやつができちゃうかも。やめましょう。やめましょう。やめときましょう。こんな感じのメールが来ております。旅館が多いですね、結構ね。そうですね。本当にメールも旅館が多いんですが。うん、さて、まずはですね、たくさんホテルとか旅館に宿泊したことがある、そういうエキスパートの方の意見を聞こうと思いまして、うん、はい。いろいろ探しました。さあ、こういう方がいらっしゃったんです。見つかりました。はい、見つかりまして、名前が阿藤海さん。あのね、先週からもう振ってました。あ、そうですね。なんとですね、もうすごい数を宿泊され、うん、すごい数の、宿泊回数を誇る方なんですが、うん、その阿藤海さんはですね、実はお話聞くと旅館がやはりお好きらしくですね、その旅館の魅力、いい旅館っていうのを阿藤さんにお伺いしてまいりますので、おすすめの旅館ちょっとお聞きください。はい、聞いてみましょう。じゃあまずは自己紹介からお願いします。はい、職業、旅人、合間に役者やっております、阿藤海と申します。はい。よろしくお願いします。はい。ちなみに阿藤さん今まで何泊ぐらいされてますか、人生。何泊だろう、もう旅番組やって25年から30年ぐらいかな、はい、ちょっと計算すると大体5000日ぐらい行ってるだろうとかっていうと、5000日だから5000泊はしてるのかしてないのかっていう。5000泊そうだな、30年ですよ。ほぼ家にいないですね。あ、だから飛んで大体ね、東京に帰ってきたら着替えをまたして、なんでまた出ていくとみたいな。すごい。まあ、風天の寅さんのもっと上行ってるから。なるほど。トラさんはほら1ヶ月ずっと泊まってたりするんだよ、どっかに。ね。俺は全然移動が 1泊とかそういうのが多いから。うん。トラさんと旅を例えられてるところでもすごいです。いや、もう若いさ、運転のトラさん知らないかもしんねえな。やばいな。いえいえ。ちなみにですね、はい、今までこういろんなとこ宿泊されてると思いますけども、はい、ここは良かったなっていう旅館ホテルってありますか？ですね、これはちょっとなかなかすごいかなっていうのは、秋保温泉っていうのがあるんですよ、はい、あのね、はい、秋保温泉っていうのがあって、そこに宗園っていうね、はい、あの旅館があって、ほう、これがですね、ごめんくださいってまず、まあ台湾軍だから入ってきますよね、で玄関が、声が裏返っちゃったんで、玄関がですね、板の間になってて、すごい能舞台みたいになってるんですよ。いや本当に能舞台皆さんって10畳あるんだか20畳あるんだかって、みんなスタッフを混ぜて、ここで生活できるだろうっていうぐらい、玄関だけですよ。靴脱ぐとこだけですよ。そっから入ってですね、出ていくと、廊下が5メートルとかですね、ここでも何人も生活できるだろうというような広さで、静けさと、それから人の気配というかですね、私たち、あんたたちがお客さんで、あんたたち中心みたいな。それで、まあ、廊下をくーっと回ってですね、案内してくれて、もう部屋に入って何とかって言ったら、出てくのが嫌で、で、食事もそこに持ってきてくれますから、ぼーっとみんな、癒されて、温泉入って帰るって言ってましたね。出ないってあんまり。で、バーがあるんですよ。バーも行かないって言ってましたね。あんまりだからここ暇なんだよって言ってましたからね。ああ、なるほど、ね。その部屋で飲んじゃったりとか。全くそこに行ったら、大体ね、どっかに出ようかとかなるんですけど、なんないと。そのくらい癒される旅館だと。これがなかなかちょっとびっくりする味ですね。そうですね。はい。宗園っていうところはですね、はい、別にすごい庭が綺麗とかなんとかじゃないんです、落ち着きが違うんですよ、部屋のね。だからそれが一つあるかもしれないですね。それはだから経営してる人の愛情がこもってるかどうかっていう、部屋にもこもるんですよ、愛が、旅館の部屋に、それを感じられるっていう部屋がであったらいいですね。今日本当にですね、もう旅に行きたくなってしまいました。もうだからね、美味しいものいっぱい冬はありますんで、日本海側もあるし、北海道もいいしね、九州もいいし、みんなじゃねえか、それじゃっていう話ですけど、そういうふうにだからちょっと狙いで行ってみたらいいですよね。今日は本当にありがとうございました。はあ、はい、いいですね。ちょっと阿藤さんが勧めてる宿っていうのは気になりますね。こちらの仙台、宮城県ですの秋温泉、秋湯温泉、秋う、秋に保険の炎
で、秋温泉というんですよ。秋に保険の方で秋温泉。秋、う。はい。へぇー。そして、ここは意外とですね、お忍びで、まあ、東京から近い、新幹線で近いのもありまして、はい、仙台駅から車で1時間かかるかかかんないかぐらいの距離なもんですから、うん、まあ、お忍びでいろんな方が来られてるという。ははは。はい。ちなみに一泊がおよそ10万円ぐらいするお部屋とか。まあ、昼飯一回我慢すれば、泊まれるかな、みたいな感じで。車さんは、ね。まあ、僕はね、僕は、2ヶ月ぐらい我慢しなきゃいけない。すごいね。こちらおすすめということで。はい。はい。秋宇温泉、はい、仙台ね、ずんだ餅食ってっていう感じですよね。いいですね。はい。行って、動かなくていいっていうのはちょっとなんかいいですね。その部屋が面白いっていうか、居心地がいいっていうのはやっぱいいですよね。そうですね。うん、なるほど。ちょっと、でも、生きてえな、生きてえなって言ったら、全然忍べないですよね。全然忍べないです、僕はね。あ、なるほど。まあ、いいか。はい。しょうがないね。うん、まあでも、うん、いいでしょう。はい。じゃちょっと、ありがとうございました。ありがとうございました。チェックしてみたいと思います。はい、じゃあ、ここで一曲、クレバで、カモ、聴いてください。勇気が必要だ。誰も背中押してはくれない。そう簡単に鍵は外れない。隠れたい、逃げ出したい、忘れたい、消えちゃいたいけど、そんな風に勇気はない。だってやっぱり勇気がないから、結局は流れに任せてるけど、心では斜めに構えて、嘘で頑張ってるやつはダサいって思ってる自分には全然関係がないって。本当もうこれ以上いらない、適当に過ごせ、何も変わらなくていいよ。でも本当の俺はこんなもんじゃない、今が本当の自分なのにね。このままこうしていられるなら、他には何もいらない。そんな風に思えてしまったなら、終わりが近いのかも。あの時本気で挑んでいたら、今こんなでもいない。そんな話あなたのその口から聞きたくないのかも。しまうと死んじゃうよな男だから、同じこと求めるのは違うし、そのつもりもないんだけど、全員が全員じゃなくていい一人でも、今受け入れて明日に飛び出ろ。君は誰かの指示を待ってるけど、未来は君が待ってるよ。このままこうしていられるなら、他には何もいらない。そんな風に思えてしまったなら、